改めまして、釜野炭治郎役、花江夏樹です。吾妻善逸役、下野宏です。橋村伊之助役、松岡優です。今もう伊之助って言おうとしたいんだよ。大丈夫ですか、しっかりしてくださいね。ごめんなさい。ゲストを呼びますからね。そうだね。はい。そうだよ。それでは早速ゲストにご登場いただきましょう。この方々です。俺が来るまでよく来られた。こんにちは、富岡義勇役、桜井孝弘です。今日は月が綺麗ですね。こんにちは、胡蝶しのぶ役の早見沙織です。いやー、りゅうさん、しのぶさん、よろしくお願いします。あー、しらきたぞー、このテンション いや、別に。鬼滅ラジオはいつもこのテンション。このテンション、はい、あいつは純レギュラーなので、いまいちよくわかってないです。はい、もう到着してそのままスタジオみたいな感じだった。そうですね。だって、いや、一回っていうか、まあ何回かやってるんで。出てるんで、レギュラーの方出てるんで大丈夫です。そうなんです。うん、何でもだ。まあ、何でも大丈夫なのね。これから上げていくんですもんね、きっとね。いや。テンションいや。あ、いや。ラッパー出た、ラッパー。はい、ということで、ようこそ鬼滅ラジオへ。はい。今回はお二人と一緒にね、鬼滅の刃の魅力を語りまくりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さんはね、強いですね、本当に。強いのですよ。強いんですよね。炭治郎もね、水の呼吸使いますけど、なんかちょっと、炭治郎は、水の呼吸っていう感じですけど、義勇はもう。違うのよ。水の呼吸。もう全然張らねえよ。これ。もう、距離感とかもそんなもん。流れるようにね。そうそう、ピンと、緊張感がね、あってね、なんかこう、張り詰めた人ではあるじゃない。だから何かそういう、ちょっとこう、先立ったいう、感じというか。まあ、それと相反して、忍にいじられるような一面があったりするから、怖いだけの人じゃないんだな、みたいなのが、より技で、あ、この人本当強いんだなって際立たせてくれる。しかも、義勇しか使えない技って。義勇が編み出した。編み出しちゃう。11の方。編み出しちゃうんだから。すごいね、11だぜ。11。10しかないのに。本当11ですよ。65とか言い出すかもしれないよ、そのうち。まあ、世代が好きだね。あるかもしれないし。まあ、そう考えるとね、まあ、助けてもらった口の伊之助ですよ。いや、だってもう、あそこで伊之助がもう、ワクワク、オラワクワクすっぞってなったじゃないですか、もう。なったね。なのに、義勇のあの顔ですよ。顔ね。急にね。もう、ポンポンって言って。で、どこからともなく縄を出してね、縛るって。いきな、しかも、瞬足で縛られるんだって思って。いやいや、そうだよ、もう柱だから。柱ですからね。気づいた時にはぶら下がっている状態で、もう柱ぐらい。柱だから。もうすごい。宙ぶらりんじゃんみたいな。しかもやっぱりまあ、桜井さんのその演技の仕方っていうのもあると思うんですけど、本当に打ち潮の時とかも、あ、洗練されてると極地に立つってこういうことなのかなって。ありがとう。思いますね。ありがとう。あれだ、日本酒みたいなもんだよ。日本酒、あ、研げば研ぐほど。じゃあ大吟醸ですか？そういうことです。ぜひお試しください。この例えがおじさんですね。洗練されたおじさんですね。でもね、本人ドキドキしながらやってる。もうちょっと張った方がいいかな。以上、春日井ガラスのことづけでした。いや。